仲間って何？ゴールドまで行って中入らずにずっとおでん。普通では考えられない人たちが周りにいて、これでいいんだみたいな。どうもこんにちは、東京ナンバーワンソロセットの、ビッケです。川辺博史です。渡辺俊美です。はい、今日は、ジュニアたちが残す黄昏、90、ストーリーズということで、我々東京ナンバーワンソロセットがサイコロ投稿します。はい、トークテーマは、ファッション、音楽、恋愛、事件などなど、6ジャンルあって、それぞれ、あの頃こんなことあったよねという話をしていこうと思います。早速じゃあ俊美君からいきます。でっかい声で言って、英語で言って、英語では言わないですけど、仲間。仲間、意外とその頃はクラブ行ってたんで、いろんな人はいましたけどね。LB とかね。まあ LB、まあシャダーバーも含めて、その当時クラブで集まって夜な夜な。っていうのが多分仲間だと思うんですけどね。実際そういうメジャーになってからそんな仲間はいなかったよね、うん、仲間っていうか、その仲間って何、そもそも仲間っていうのは意外と少なかったような気がしますけどね。とはいえ、としみくんはやっぱり今全国にとしみくんクラブみたいなのがあるわけじゃないですか、うん、それは仲間じゃない。あれも仲間、まあ、ポッセですね。俺いないもん、うん、ビッケは仲間いない、うん、いない、いないし、特に必要がない、うんうん、見たことない、見たことない、だいたい一人だもん、うん、でも、バディ的な、なんかたまにこうちゃんと飲み屋に行く相棒みたいな人はいるじゃないですか。当時、まあ、当時もそう、当時、今はもう飲まないから。そうだね、まあ、当時はいたからね。当時は話聞いてないんだけどね、お互いにね。そうそうそう、だって酒飲んでる同士だから、別になんか飲める相手が適当に横にいればいい、うん、だけでしょ。お互いにチップンカップの噛み合わない話を、俺はの話をしてる。そういうこと言ったら、ビッケは一番の飲み、まあね、飲み仲間がいたよね。たくさんいたよね。一番顔広かったもん、うん、まあ仲間っていうか、まあ、うん、あの無理やり後輩とかにおそらく付き合ってくれてね、ただのとか引っかいね、うん、こいつがちょっといなく帰ったら次のやつ呼び出してっていう、うん、まあ、ひろし君とかは逆にずっと一緒だよね、うん、そうですね、うん、一体長いというかね、うんうん、LB のあったの辺のスチャダラや化石サイダーやら、うん、タキー・グッドマンのあの辺りの付き合いというのは本当に未だに全く変わらず、変わらずあるので、この間も会いましたし、みんなで K5 が来て、カートゥーンズの K5 が東京に遊びに来たって言って、まだわらわら集って、でもあまりの俺たちの会話のスピードは変わらないから、ずっとアージャも好き勝手なこと、兄がまた関係ないこと言ったりとかって、もう K5 は本当に目を回しそうになって、そのフラノからのスピード感の違いに、人の子の集まる感みたいなでもなんかその学生時代のサークルではないんだけど、そのままずっとね、うん、いるような感じの、そうですね、うん、大学行ってないですけどそういう、ね、その感じはいつもあるかな、うん、で僕はまあその会社もやってたりとかしてたから、うん、そういう従業員とかそういう仲間というか、そういう知り合いが多いっていうのが、顔が広いって、うん、だから全然名前を覚えられないんですよね。なんかいや覚えてる方ですか。いや覚えてても、いや年上君当時のことはよく覚えてる、覚えてる、本当に覚えてる、うん、最近のことが覚えてない。最近のことか、最近は本当ひどいな、うん、でも昔の記憶は本当に綺麗にパッケージングされて覚えてるじゃない、うん、ちゃんとフォルダに入ってとしてね、そう、うん、必要ですよ、そういういついつ俺のね、うん、何とかっていうの、そうそう、答え合わせみたいなのが、うんうん、それは最近は全然ダメなのよ。最初は下北沢のズーっていうところで知り合ったっていうか、みんな集まったのは多分そういうところで、その後おのおのレゲエやったりとか、ひろし君とか、まあ、DJ 本職になったんで、いろんなところで、あとはミックスっていう青山ミックスとかですけどね、まああと、まあ、ゴールドはゴールドでしょっちゅうみんなで行ってたりとかしてたし、ひろし君は職場ですからね。そうですね、うん、まあ、みんなが遊びに行くというよりは仕事でっていう感じでしたけど、うん、でもゴールドもそのおでん入り口の、うん、
まあ外ですよね、あれね、うん、外のにおでん屋さんが直属の後輩で、もう田舎の後輩、田舎の後輩がやってたんで、うん、ゴールドまで行って中入らずにずっとおでん食って帰るっていうのがやってたパターンの方がほとんどでしたよね。トイレだけトイレだけ中ゴールド入るけど、箱の中入ってて出てきてずっと屋台でいるっ て, っていう感じでしたね。寒い冬もあそこにいたな、いたね、いたいたいた、いたなんだろうね、うちが入りゃいいの、ね、あんな遠いとこまで、そうそうそう、遠かいよね、芝浦はね、まあ、いるからすごいいろんな人紹介されるっていうで、そのその後、まあ、クラブじゃないけど、うん、意外に一回じゃって言って別れんだけど、うん、あそこの恵比寿だっけ、あの、うん、あおゆき、おゆき、うん、おゆきに行くと、またやった、ね、また全員で同じメンツが、そうそうそう、クラブじゃなくて、ね、もう明るくなったところにいるんだよ、屋台から屋台へ、屋台へ行くっていうね、そういう、そう、屋台当時結構渋谷にもあったし、うん、本当に屋台にばっかり行ってたの、あれは なんか楽しかったのかな、冬すっごい寒いのに、うん、あれ渋谷の屋台ってどこ、あのセンター街の入り口にあって、あそこはよくね、原宿が、あ、いた、あ、本当は福屋のあの辺の連中が、うん、今屋台は話変わるけど屋台ってどうなの、あれ昔見よりも減った、ね、あったよ、ね、形は変えたのかな、なんか、うん、そうだね、ああいう本当の屋台だったじゃん、引いていく、そうそうそう、だってちょっと前まで世田谷公園ラーメン屋とかもあったし、うん、ああ、まあそういう屋台は見かけるか、うんうん、屋台好きっていうことで、なんか本当にただただ屋台に行くとみんなそこに集まるというか、うん、はい、はい、行きまーす、はい、あ、音楽って出たよ、うん、じゃあ、でで音楽でで、さあ、音楽って言われても ね音楽の何の話か、ね、でかすぎることもあるよね、まあ、当時だから当時のどうしますか、流行ってる、ああそうか、音楽、うん、そうですね、そういうクラブ で、 でもね、まあ俺でもそのクラブとか遊びに行って、うんうん、やっぱ俺最初衝撃だったのがやっぱあの悟さんなのよ、藤井悟さんで、うん、藤井悟君って DJ がね、レコードがこう当時アナログですよね、うん、レコード回しててもう完全にこう溝が中まで行っちゃって、もうプツプツって言ってて、もこれを無視してるんですよ、完全にまあまあ客いますよ、パンパンですよ客、週末みたいなところで、でどうすんのかなと思ったら、こっちでレコード探してんですよ、夢中になってんのかな、うん、先輩わからないんですけど、うん、でこうに行って止まってますと、うん、こう止まってますよっつったら、うん、何も見ないでこう頭からもう一回ただ流すっていうそれを見た時にこの人なんかすごいんじゃないかなって思った普通なんかそこあれじゃない、うん、多少取り付けろっていうかさ、見ないでなんか頭からバンって流す、うん、その何堂々と、ね、メンタルのすごさっていうのメンタルがすごいんだからちょっとなんかあれなんだけどトリッキーなんかじゃないけど、そういうの多いですよね、あるよね、そういう逸話いっぱいあるよね、伝説いっぱいあります、普通では考えられない人たちが周りにいてこれで いいんだみたいなのは、ね、音楽っていうのは例えばその音符だったりとかなんかそういうのあるじゃないですか、僕は本当、まあ、楽譜も読めないし書くこともできないし、でも音楽をやってるって、で何なんだっていうか、そういうのを見てあ俺でもできんじゃねえかっていうか、その感覚みたいな、こういうので、ね、なんかしら勇気もらえたんですよね、そういう先輩たちに、まあ、特に DJ とかはかっこいいなと思っちゃったんですよね、バンドブームに真っ只中ちょうどいたんですよね、もう僕らの時代っていうのはブームだったりとか谷尾さんだったりとか、あとオリジナルラブとか、まあ、ロックンロールでいうとドハツテンとかもそうだし、斉藤和義くんとかもそうだけど、みんなバンドとかそういうのあるじゃないですか、でも僕らはなんかそのクラブっていうかそういうそっちの方を選んだっていうのはまたなんか特別な感じはすごいするんですよね、その仲間で、仲間っていうかその中で、まあ、電気グルーヴだったりスチャダラパーとかが、まあ、唯一そういうターンテーブルとかそういうあの楽器を弾かなくても、まあ、音楽を表現できるみたいな、そういうのがなんかちょっと特別だったような気がするんですよね、だからあの何かに比べるというよりは何も比べられないみたいなのがちょっとその当時はあったかもしれないですね、ヒップホップは大きかったですよね、レゲエとビッケと会った時はもうドラゴン&ビッケで、あのビッケはレゲエだったし、ヒロシ君もそういう風にセレクターというかセブンイチを裏返しにしてそういうのやってたんで、格好は全然違いますけどね、なんかそういう時代になってあ感化された感じはありますよね、いやでもそういう当時の、まあ、ヒップホップでいうとニューヨークの
ジャングルブラザーズとかデラソウルとかドライブコードクエストっていうあの辺 の、 そのセンスの良さみたいなのに衝撃を受けて、多分向こうのライブビデオみたいなのがブートとかで出てて、でそれを 見たりするとこんな荒い感じでやってんだと思って、すごいびっくりしました。なんかその荒さがワイルドな感じがすごいかっこいい。ナード全然ナードじゃないな、うん、でもその3組の後ろに実はテイさんがいた、テイトバさんがいたっていうのは後から知りましたけど、うん、すごいすごいとこにいたんだなとか思いますし、でもあの辺がやっぱさすごいバーンと音楽やる上で、それとまあシバタックってイギリスから出てきた、それが結構大きかったんですよね、うん、いやなんかまあその自分ないものをやってるなっていう自覚はもちろんあって、うん、だから家にこうお手本もなくて、もうただこうやってみるっていう感じで、で刺激はもちろん受けます。毎週毎週すごい新譜が出てくるので、でそれインターネットもないですから想像をしながらみたいな感じでしたけど、レコードを聴いてこういう風に作ってんじゃないのかなとか、そういうことを思いながらとか、そういう感じで刺激を受けてましたね。その辺毎日行ってましたからね、店終わって。その当時はタワーレコード遅くまでやってたし、ベイブもやってたし、8時で終わっても9時と10時ぐらいまでやってたんですよね。でもやっぱり、買ったけど爆音で聞きたいというか、そういう時にはやっぱそういうクラブとか行って、これなんだろうとかっていう、そういうでまたレコード屋さんに次の日行って同じの買ったりとか、僕はそういうのがもう毎日の繰り返しだったんですかね。あ、僕はあんまりなんか音源とか買うこともなくて、うんね、もうほぼ毎日クラブとかに行ってる。行っててね、行ってる。だからクラブで毎日音楽聴いてて、うん、その代わり聴いてるだけだから、うん、俺はタイトルとかアーティスト名がよくわからない、うんうん、ただ曲はすごいそこで流れてるのは知ってて、まださ世の中のこともよく分かってないから、うん、ここで流れ大ヒットしてるものが世界で大ヒットしてるものがビルボードナンバーワンみたいな、ここでもうみんなが盛り上がってるのが世界的なんだったんだけど、うんうん、その当時そこ違いましたからね。そうじゃクラブで流行ってるものがビルボードでは1位ではなかったんで、だそういう世界がすごい楽しかったっていうか、本当のアンダーグラウンドみたいな、あ、ここにいるんだっていう感じをすごいしましたけどね。でも、かなべ君が一番あれじゃない、その音源とかそういうのに関してはいっぱい、うん、いまだに、いまだにって言ったら変ですけど、まあでもそれが唯一の趣味みたいなもんっていうか、そういう感じなんで、まあでも昔は、まあ今でもすごいレコーデさんありますけど、もっともっと渋谷とかレコーデさんだらけだったんで、ラフォーレにもあったもんね。あったあった、なんかまあどこにでもあったんで、まああればほらほらって入ってってみたいな、昔の音楽も新譜もみたいな、いろんなのがそれぞれのレコード屋さんで置いてやってっていうのが楽しかったですけど、でもそれは今サブスクでも、ね、同じなんですけど、うん、昔の音楽も今の音楽もごちゃごちゃとしてあって、すごい大きな視聴器だと思って、でサブスクもすごい楽しい。あとなんか今とちょっと違うのは、店員さんがその当時このステレオじゃない店内でかける音楽で、そういうありますよね、雰囲気を作るというか、はい、もちろんその当時は有線ももちろんあったんだけど、自分はやっぱそのステレオを置いてレコードをかけるか、もう自分でこうセレクトテープに取ってそういう風にやったりとか、で店に入るとあこういう音楽好きなんだみたいなのと、逆に店も好きになっちゃうというか、はい、店員と話したりとか、これなんすかとか、多分そういう雰囲気は、うん、今は多分逆にないような感じします。音楽とのその接点というか、2月10日に新ダイターの TVer で、ボブ・ディランと、ソウルセットが対バンをします、タイトルはロマンティック伝説23でございます、ぜひ皆さん、遊びに来てください。それと、2月の4日から2月の14日まで、浦和のパルコでですね、ヘッドの帽子のこういう僕がプロデュースしている帽子の展示会っていうか、ポップアップですかね、はい、それを開催しますので、ぜひよかったら遊びに来てください、はい、うん、なんか誕生日3月にあるんで、なんかいやもう先なんだよね、2月だったら2月だったら言うけど、なんか送ってくださいみたいな、
3月だったらちょっとダメか、それ前乗りすぎだったんですよ。いけそこに本当かどうか知らないけど日本刀振り回すやつが入ってきた、うん、キャッシャに行ってジャックナイフバーンって向こうに来たし、そのさっきのバットで持ってたバットで、そのバットでいいのって